刀を抜いて戦え、この弱みそが。もういい、お前ごと箱を串刺しにしてやる。やめろやめろ。お前は鬼殺隊員じゃないのか。隊員同士でいたずらに刀を抜くのは、それをお前は一方的に痛めつけていて楽しいのか。じゃあ素手でやり合おう。いや、全く分かってない感じがする。素手だからいいとかじゃない。うわぁ、あいつなんつう動きだ。攻撃が異様に低い。まるで四足銃と戦っているようだ。低く狙え、相手よりもさらに低く。この関節の柔らかさ、すごいだろう。俺はこんなこともできるんだぜ。やめろ、そういうことするの。骨を痛めてるときはやめておけ。今この切断の憂鬱に勝るものなし。将来のこともちゃんと。なんだこれ。女？え？あ、顔？俺の顔に文句でもあんのか。気持ち悪いやつだな。ムキムキしてるのに女の子みたいな顔が乗っかってる。こじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞてめえ、かかってこい。もうしない。誰って。おい、デコッパチ、俺の名を教えてやる。橋平伊之助だ、覚えておけ。どういう字を書くんだ。俺は読み書きができねえんだよ。名前はふんどしに書いてあるけど。止まった。どうしたんだ。うわ、倒れた。死な死な。俺が力いっぱい頭突きしたから。お兄ちゃんは大丈夫？うん、すごい。頭触っていい？はい。イノシシは失神。